構まあノーマルな性癖だと思ってたんですよ自分のことを。最近気づいたことがありまして、僕なんかね発明性癖が異常みたいなね諸説あるんですけど、発明は性癖が異常だみたいな話がね、まあなんかインターネットになぜか出てるらしいんですよ。発明別に大したこと言ってないはずなのに、まあ椅子になったりシュークリームを潰していただいたりですね、まあ結構ね面白いことはしてきましたけれども、発明はね結構まあノーマルな性癖だと思ってたんですよ自分のことを。でなんかねセックスの話するとね女からのヘイト高いんだよな。女とか言っちゃったらごめんマジでなんか女性ファンからのヘイトがすごい高いんだよね、性癖の話するとなぜか分かんないけど。そうで最近気づいたんだけど、発明ね割とまあノーマルな性癖してて、今までやったことある最大値、まあ、これでも話せないな、まだ話いやまずいな、怒られるな多分大人に。まあいろいろあるんですけど、それ最近気づいたのがさ、なんか首絞められないと興奮しなくなっちゃって、久々にね自分で首絞めてみたの、めっちゃ楽しくてさ。発明の通説いろいろありますよ。シュークリームを潰されてその足を舐めて興奮した話とか、椅子になって上でタバコを吸われた話とか、あと三立てした話とか、まあねいろいろなんかね噂がねインターネットに。発明自分で話した記憶はあんまないんだけど、まあ噂があるらしくて、そういう、あとなんか面白い話したことないのあるかな。ないんだよね、だってセックスしてないからさ増えないんだよね面白いセックスの話。面白いセックスの話なんかもう結構終わっててさ、私面白ければ OK なんだよ。そのさすがに例えばじゃあ初めに今恋人がいたらそれはまた話違うけど、別にさセックスって楽しければいいと思うんだよね。うん、こんなこと話して怒らないかな私。なんか気持ちいいとかじゃなくてさ、どれだけ楽しくできるかだと思うんだけど、育てた話って何のことかな。初音が年下の男の子、いや男の子育てた話いつしたっけ、あれそんな話は私配信でしたっけ、あルさんと話せた、あれいつしたっけそんな話、あれちょっと覚えてないな。初音が育てた話ってあれかな、3こすり半もせず行っちゃう男の子をめちゃめちゃ教育した話かな。なんかね私ねその関係値には興奮しないのよ。例えばなんか寝取り寝取られとかさ、私全く興奮しないんだけど、あ痛い、ごめんごめん今ちょっと大事な話してからさ、寝取り寝取られってねただ不快になるだけだから超嫌なんだけど、なんだろうな、シチュエーションだよね。なあのさ寝取り寝取られが好きな人がもしいたら教えてほしいんだけど、あれってさ何がいいの、あれってまずで結構さ人によっては本当に吐いちゃうぐらい受け付けないわけじゃん寝取り寝取られって。誰か寝取り寝取られ好きな人いませんか。背徳感でご飯3杯いける、背徳感なのあれ、他人の作った砂山をぶち壊す感覚に近い。本当に終わってるなまあ当人同士がね、その登場人物が全員幸せならいいんだよ。だからそのスワッピングって言葉があるぐらいだからさ、それが好きな人同士っているからさ、それなら全然いいと思うんだけどさ、なんか強制的にねっとりねっとられ状況、その全員の合意がない上でね、そう、じゃまずセックスってね、まず100万回言うけど、マジでお互い全てにおいて合意がないとしたらダメだからね、そういうこと。首絞めもそうだけど、ね首絞めはねちゃんとしないと本当にね喉やられるからね絶対ダメなんですけど、眼球ダメとかもね病気になりますからね普通に。そうなんか AV の見すぎとかはちょっとあると思う、寝取り寝取られに関しては。首絞め構図じゃなくてゲロの吐き方なら動画にしたことあるけどな私。でもさ、なんかその例えばだけどさ、見る AV のジャンルと死体プレイって多分違うじゃん。さ AV のジャンルでさ、なんだろう、例えばさ、まあそのランクとかこれ大丈夫か、いっぱい
するやつあるじゃん、いっぱいの新戦うやつ。あ、これ戦闘ものの話してるからね。 AV ってエッチなビデオの話じゃなくて、あのアクションビデオの話してるから、ちょっとあの気をつけてほしいんだけど、そうアクションビデオの話してるからちょっと勘違いしないでほしいんだけど、大乱闘するやつあるじゃん。ああいうの、ああいうアクションビデオを見てもさ、なんか別にさ、こう、まあ、現実でそうしたいかって思うと、多分お前ら他人のチンコ見たら萎えるんだよ、お前らのチンコは。わかるか。そうだから、アクションビデオはなんかあくまでこう女性にフォーカスされてるからみたいな部分結構あると思うんだよな。そうでも、あの本当に歪みに歪み切るとマジで首を絞められないと興奮って、なんかさ絶対さ、あのこう男性も女性もある程度あると思うんだけど、なんか自分がさスイッチ入るタイミングってあるじゃん。そのスイッチがね、なんか多分ある程度の人って、例えばなんか服脱がされた時とかさ、こうなんかチュッてした時とかなのかもしんないけど、ハスミマジで首絞められないと話始まんなくなっちゃってさ、ちょっと困ってるんだよね。だからさ、最初も言ったかもしんないけどさ、あの首絞めれる人をまず探さなきゃいけないんだよ。だからあのどんだけなんか例えばさ男の子といい感じになったとて、 あのさちょっと聞きづらいことなんだけど、あのクスしてる時に首に締められるって聞かなきゃいけないんだよね。いやだから、あの理想はあのバンドマンに首締められたら世界で最高に興奮するんだけど、あとね、あの私一番気持ち悪いなって思ってることがあって、ね、寝取り寝取られとかじゃなくてさ、なんか最近異様にチントツ多くてさ、タブアカであの事務所がちゃんと対応しますよみたいなこと書いたら一気になくなったのさ、結構怖くない？結構怖い話なんだけど、個人的にはかな、アルソク。あ、オッケー。ないね。押し倒すか。あー、あったそんなのにアルソク持ってねえぞ。そうか、ナイス。途中のレース倒した時のエイムだけめっちゃ良かったな。こんな話してるから動画にしたくないんだけどって。あ、2600。